大学2回生の春だったと思う。俺の通っていた大学には大小数十のサークルの部室が入っている3階建てのサークル棟があった。ここでは学生によるある程度の自治権が守られ、24時間開放という夢のような空間があった。24時間というからには24時間なわけで、朝まで部室で徹夜麻雀をしておいて、そこから講義棟に向かい、授業中たっぷり寝てから部室に戻ってきてまた麻雀などという学生の鏡のような生活もできた。夜にサークル棟にいると、そこかしこの部屋から宴の歓声やら麻雀牌を混ぜる音やらテレビゲームの電子音などが聞こえてくる。どこからともなく落語も聞こえてきたりする。それが平日休日の境なく時には夜通し続くのだ。ある夜である。いきなり耳をつんざく悲鳴が聞こえた。初代スーパーマリオのタイムアタックを延々とやっていた俺はコントローラーを握ったまま部室の中を見回す。数人のサークル仲間が思い思いのことをしている。誰も無反応だった。今悲鳴聞こえませんでしたと聞いたが、漫画を読んでいた先輩が顔を上げてえっと言っただけだった。気のせいかとも思えない。サークル棟すべてに響き渡るようなすごい声だったから。そしてその証拠にまだ心臓のあたりが冷たくなっているような感覚があり、鳥肌がうっすらと立ってさえいる。物質の隅にいた先輩が片目をつぶったのを俺は見逃さなかった。その瞬間に俺は何が起こったのか分かった気がした。その先輩のそばに寄って、何なんですかさっきの、と囁く。俺のオカルトの師匠だ。この人だけが反応したということは、そういうことなのだろう。聞こえたのかというのでうなずくと、ムシムシと言ってゴロンと寝転がった。気になる。あんな大きな声なのに、ある人には聞こえてある人には聞こえないなんて普通ではない。俺は立ち上がり、精神を研ぎ澄まして悲鳴の聞こえてきた方角を探りながら部室のドアを開けた。師匠が何か言うかと思ったが、寝転がったまま顔も上げなかった。ドアから出て汚い廊下を進む。各サークルの当番制で掃除はしているはずなのだが、長年積み重なった塵やら埃やらゲロやら涙やらでどうしようもなくつけている。夜中の1時を回ろうかという時間なのに、廊下の左右に並ぶ多くの部室のドアからは光が漏れ、奇声や笑い声が聞こえる。誰もドアから顔を出して悲鳴の正体を伺うような人はいない。その中を確かに聞こえた悲鳴の残響のようなものを追って歩いた。そしてある階の端に位置する空間へと足を踏み入れた瞬間、背筋に何かが這い上がるような感覚が走った。やたら暗い一角だった。天井の電灯が切れている。元からなのか、それともさっきの悲鳴と関係があるのかはわからない。いずれにしても人気のない廊下が闇の中に伸びていた。背後から差す遠くの明かりと遠くの人のざわめきがその暗さ、静けさを際立たせていた。かすかな耳鳴りがして、俺はここだという感覚を強くする。この辺りには何のサークルがあっただろうと考えながら、足音を消しながら歩を進めていると、一番奥の部室のドアの前に人が立っているのに気がついた。向こうも気づいたようで、こちらを振り返った。薄暗い中を恐る恐る近づくと、それは髪の長い女性で、不安げとも何ともつかない様子で立っているのだった。どうしたんですかと声を殺して聞くと、彼女は何か合点したようにうなずいた。多分彼女も反応したのだ。バカ騒ぎする不夜城の中で、わずかな人にしか聞こえなかった悲鳴に。顔色をうかがうが、暗さのせいで表情まではわからない。俺も聞こえました。仲間であることを確認したくてそう言った。ここだと思いますけど。女性のか細い声がそう答えて、俺は視線の先のドアを見た。プレートがないので何のサークルかはわからない。頭の中でサークルの配置図を思い浮かべるが、この辺りには普段用もないので、もやがかかったように見えてこない。ドアの下の隙間からは明かりも漏れておらず、中は無人のようだったが、ビクビクしながらドアに耳をくっつけてみる。何も聞こえない。
地続きになっている遠くの部屋で誰かが飛び跳ねているような振動をかすかに感じるだけだった。頭をドアから離すと無駄と知りつつノブを握った。カチャッと音がしてわずかにドアが動いた。驚いて思わず飛びずさる。開く。鍵がかかっていない。このドアは開く。後ずさる俺に合わせて女性も壁際まで下がっている。心音が落ち着くまで待ってから、どうしますと小声で言うと、彼女は首を横に振った。怯えているのだろうか。しかし去ろうともしない。俺は何か義務感のようなものに駆られて再びドアに近づく。ノブに手をかけて深呼吸をする。あの悲鳴を聞いた時の心臓が冷えるような感覚が蘇って生唾を飲んだ。このドアの向こうに悲鳴の主か、あるいは関係する何かがある。そう思うだけで足がすくみそうになる。開けますよと彼女に確認するように言った。でもそれはきっと自分自身に向けた言葉なのだろう。目をつぶってノブを引いた。いや、つぶったつもりだった。しかしなぜか俺は目を開けたままドアを開け放っていた。吸い込まれそうな闇があり、その瞬間彼女が俺の背後でキャーという絶叫を上げたのだった。寿命が確実に縮むような衝撃を受けて、俺はそれでもドアノブを離さなかった。室内は暗く、何も見えない。暗さに慣れたはずの目にも見えないのに、一体彼女は何に叫んだのか。じっと闇を見つめた。中に入ろうとするが、磁場のようなものに体が拒否されているように動けない。いや、単にビビっていただけなのだろう。俺はしばらくそのままの姿勢でいたが、やがて首だけを巡らせて後ろを向こうとした。一体彼女は何に叫んだのか。その時あることに気がついた。この廊下の一角はあまりに静かだった。やってきた時と変わらずに。さっきの彼女の叫び声に、このサークル棟の誰も様子を見に来ない。中途半端な位置で止まった頭の、その視線の端で彼女が壁際に立っているのが見える。しかしその姿が、薄闇の中に混じるように希薄になっていき、俺の視界の中で音もなく、さっきまで人だったものが気配になっていこうとしていた。ドアの向こうの闇から何か目に見えない手のようなものが伸びてくるイメージが頭に浮かび、俺はドアノブから手を離して逃げた。背後でドアが閉じる音が聞こえ、彼女の気配がその中へ消えていったような気がした。自分の部室に戻ると、みんなさっきと同じ格好で同じことをしていた。胸を押さえて座り込むと、師匠が薄目を開けて、むしろって言ったのに、とつぶやいてまた寝始めた。マリオはタイムオーバーで死んでいた。その後、時々あのサークル棟の端の一角を気にして、通りすがりに廊下から覗き込むことがあった。昼間は何事もないが、人気のない夜には、あのドアの前のあたりに人影のようなものを見ることがあった。しかし、大学を卒業するまで、もう二度と近づくことはなかった。